箱根に向かっております。先日静岡ですね、静岡の旅を終えて、そのまま箱根に一泊して帰ろうかなと思っております。というのもですね、あの台風19号だったかな、まあ、台風の影響で、箱根の仙石原のあたりの白濁の温泉がですねしばらく、供給されてなかったんですよね。で最近見てみたら、復活したという、まあ、復活しているところもあれば復活してないところもあって、復活している温泉を見つけたので、そちらに向かいたいと思います。小さな民宿だと思うんですけれども楽しみですね、どういう感じなのかね。では今静岡なんですけどね、ここから1時間ぐらいドライブして、もう民宿に入っちゃいます。デイ、景色すごい。いやまだね、静岡の旅からずっと謎の腹痛持ってるんですけど、温泉に入ればねきっとその腹痛も治ると思うんですよ。だから非常に楽しみです、真冬の白濁温泉。あ、万座か、前回万座に泊まりましたけどね、万座に続いての白濁楽しみですね。6畳一間かな、早速もう布団が敷いてありましたね。感じのいいお母さんとこんな感じですね。早速お風呂入るか。いや、いい雰囲気。はい、先ほど冷蔵庫使ってねって言われたんですけど、こちらの部屋も使っていいのかもしれないですね。溜め切ってない感じですかね、曇ってきた。白濁でございます、楽しみだ。お風呂入ってきました。さすが白濁、トゥルットゥルでございますね。やっぱり民宿いいですね。部屋数的には多分8部屋ぐらいあったかな、結構広いんですけど、実際泊まってる客の数って大体4組以下なんで、それに対して2つの貸し切り風呂があるから競争率かなり低いんですよ。だからね、民宿いいわ、コスパかなりいいですね。では前日もあまり寝れてないので、仮眠を取ります。起きた時に体調がものすごく良ければ居酒屋を探しに行こうかなと思います。まだお腹痛かったら行かないでどっかコンビニとかでご飯買いに行くことになるのかな。おやすみなさーい。はい、起きました。なんと午後10時です。7時ぐらいに起きたんですけど、やっぱりお腹痛くて、あ、これ居酒屋行けないわと思って目をもう一回つぶったら10時になってました。本当にこれでお店行けないです。お風呂軽く入ってきて、先ほどですね、居酒屋に行った友人たちが帰ってきました。そして私のために赤いキツネとしじみ汁など食べ物をね買ってきてくれました。本当に迷惑ばっかかけて申し訳ない。
はい、では、せっかく友人たちもお酒買ってくれたんで、最後の夜楽しみます。いただきます。うますぎ。あれこれ腹痛治んじゃないか。このチータラがうまい。100円で売ってるんで、まあ本数少ないんですけど、うまい。なんでだろう。チータラがうまいって感じたことないんだけど、これうまってなった。おはようございます。朝8時です。だいぶ寝ましたね昨日は。朝風呂行ってきます。本日の朝食でございます。これをいただいてから、箱根神社の方に向かいます。はい、ホテルチェックアウトしました。いや、名残惜しかった。ほんといい宿でしたね。私の体調が良ければね、もっと良かったんですけど。で、先ほどですね、昨日の夜本来行く予定であった居酒屋の前を私は通りまして、まあ、友人たちはねその居酒屋行ったんですけど、今から箱根神社の方に向かいます。仙石ヶ原近辺はやはり民宿かなりいいですね。飲み歩きができる居酒屋さん、個人経営系のいい雰囲気のお店もたくさんあるんで、ちょっと歩きますけど、で閉店時間も早いですけど、本当におすすめの場所です。温泉目当てであればね。またね来ますよ。今年にまた絶対行く、もう一回は。では箱根神社行きまーす。はい、駐車場着きました。箱根神社の鳥居はもう何度も見てるので、このうどんだけ食べます。来ました。これがね、見た目辛そうなんですけど辛くないんですよ。癖になる味なんですよ。いただきます。やはりせっかく来たので見に行こうかなと思ってるんですけど、箱根神社人多いですね、やはりね。その辺でいいよ。前来た時は確か下工事してたんですね。本日も賑わっております。大行列ができてますね。よし、はい、ごちそうさまでした。美味しかったっすね。ただね、一口目で食べた瞬間にうめーとはなんないんですよね。何なんだろう、癖になる感じ。スープとかをねすごく飲みたくなりますね。なんか食べるスープみたいなイメージでした。そして今日はこれで、あとはもうゆっくり箱根の方をドライブしながら少しずつ観光して帰ろうかなと思います。もうね2日間絶好調じゃなかったですね。お腹だけがねずっと腹痛に襲われて、いやー、いい経験になりましたよ本当に。次回は体調を整えて、また楽しい旅ができたらいいなと思いました。それではですね、よかったらですね、チャンネル登録高評価などしていただけたら励みになります。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。